いいバトルにしよう。とっとと。ラウンド。ワン。ゴーブン。これでもどうする？やっぱり。やっぱり。やっぱり。どうでもいいかな、このアダッチ使ってる人のアイコンの TR ってどういう意味の、この TR って。うわー、逆切れ負けてんだ。 TR ってなんだ。ヘール、わー、これ覚醒してない、これ、あ、死んだ。今のってワンモアバーストしないと殺せなかったのかな。あー、バースト溜まりそうだったから早めに入ったのかな。まあ別に入った方が圧倒的にではいいんだけど、あの状況でワンモアバーストしなくても殺せたよね、一応。そうね、あのバーストない状況であそこでバーストを吐かなきゃいけないのかっていう判断も一応。薄井くんがガチると聞いて今やってます。まあガチって言ってもその延々2人でこれやるのはあんまり好きじゃないから、3人目の枠作って今の野良で入ってきてる人、くれてる人が1人いるけど、本当になんかガチでやるときは完全に喋らないで、もう配信はするかもしれないけども、基本黙ってやるとかなんで。開幕キルラッシュやってこないんだけどね、開幕キルラッシュも結構めんどくさいんだよ。まった、まあ、まったりってほどでも、まったりやって勝てる相手じゃないんだけど。すいませんでした。あ、ナイフが化けた。あー、それさっきから4回ぐらいやられてんだけど、ボラれてる。A で2段目が意外と、やばい、確定なんだ。 A 死んだんじゃないか、これよく出したー。あー、今のミスはやべえわ。あれが結構な頻度で起こるんだよな。うひょ、うおー、やばい、さすがに読まれた。できなかった。まあ死ぬんですね、さすがにこれは。死なねえ、このキャラよ。稲垣とは違うんだよな、カタカナね、それ。
アウトロックス。ショダウン。避けてみる。おお、やばい。あー、すいませんでした。結構むずいんですよ、それ。超言い訳。今の一応ミスっちゃいけないやつだな。バースト溜まってなかったのに。価値格が。てかあれか、今日フェイトの日か。まあ、これのはこの枠ぐらいで終わりにしようかな。うわ、減る。DB 間に合わんかった。カウンターしないと当ててない。一応3枠目だからね、これ。うお、やる。ワンチャンゲー、これ空中ガードできないんですよ。あー、すいません、やばい。いやー、怖いよー。あぶら、完全にさっきの 2D、ジャンプ 2D が運だった。月の障子の二段構え。いや、隙あるけどね、余裕で。ガードできねえ、それ。足払いジャッキーです。足払い射撃ってどうしていいの、これ。逆切れこそってな。持っててよかった、ワンマンバースト。足払い先端来たら逆切れ当たるんじゃないかな。どうなんだろう。でも足払い直がしたら繋がる技ってないのかな、そもそも。キャラ体が足りてないな。まあでもなんだろう、大体そこら辺まで来たらみんななんかマガスマンダラ当てたいから逆切れこすってると思ってもなんか立っときゃいいのかな。別に射撃当たってってその後何も繋がんねえし。SB 射撃だけ繋がるか。ファジできんのかな、でも。わからん。
今のバックって避けられるの。そうだね、13か14だったかな。水様の直座には感動すら覚える。あー、ナイフが出てない。あんな舐めたところで差し込むと、傷らしく飛んでくるんだよな。うわ、すぐ投げた。ヘル。うわー、逆切れこすってた。 25% 減った。うわ、ドミーバーストだ。あぶね。あー、決まったちょっとコメントを読んでる暇がないというか、もうマジガチになってる。あ、ミスった。死なねー、すいません。あぶね。この話はしないスタイル。じゃあドミーさんなんか一応ドミーバーストスター勝負の方が勝ってるらしいからね。あの最大のチャームポイントであり最大の弱点だからドミーバーストは。あとその2人以外にもマサルさんっていう、昨日あの関東のキャビス会のブブさんと10先をやったサナダの人がいるんだけど、俺マサルさんコンタクト全然やってないからどういう仕上がりになってるのか分かんないんだけど、ドミーさんバーターうまくて笑う。え、シャドウを使ってた時はダメだよ。もうシャドウ使ってた時はもう俺はサナダはすごい弱キャラだと思ったから。ドミーロケットって言葉作っちゃうぐらいだからな。キャラを使ってるだけで新しい言葉を作っちゃうなんて憧れちゃうな。ドミーバーストが世界一を強くなるのがすごい。そうですね、ドミーさんも意図してるから変なバーストしないよって言ってて本当笑った。そうだ、ドミーさんからバーストを取ったら最強だから、シャドウ使ったらドミニさん超強いんじゃないかって言って、あの B4U2 稼働直前に行ってて、で実際そのシャドウスナウ使ったら今度はドミーロケットっていう新しい、で言うてね、そのなんだろう、脊髄ではないんだけど結構ね、そのなんだろう、人によってバースト打つ傾向っていうのがあって、ドミさんはそのコンボの導入のところでバーストを振るんだけど、でコンボの導入でバーストを出す人が割と何人かいて、当たると思ったんだよってよく言ってる。当たんねえっすよ。
で、コンボの導入で打つ人が、今全然やってないんだけど、ミタフさんとか、あとマットさんも割とコンボの導入部分で、バースト入ってくるな。あと、萩原さんもかな。ただ、さすがにコンボの導入で入ってくるって言っても、その、バータイになってないポイントで当然入ってくるんだけど、割とドミンさん壊して刺さったらすぐにバースト入っちゃったりとかして、なんかそのまま勝手にバーストがガードされ、死んだりとか。いやー、シャドウは無理だって。まあ、弱くはない。まあ、シャドウの中では強い方だと思うんだけど、結局、ノーマルの方が全然強いし。ほんとなんか趣味で使うレベルでしょ、あれは。ドミンさんのかっこいいところはなんかラビリスでひたすらシャビンをやりたいからっていうだけでラビリスシャドウを使ってるのが面白かった。あ、なんか29番さん LNG ですね。なんかの動画でゆかり当てに1試合で2回ぐらいドミン版だな。ゆかりはバーターになってるポイントがハイパーあって、まああれはしょうがない。あのもうタヒチさんも一番バーストガードした自信あるって言ったぐらいだから当たってない。まあ、そういうチャームポイントも加味して、まあ、強さが人それぞれですね。なんだろう。だから、例えばなんだろうな、複数キャラ使ってる人がいて、コッパ漏れ、どうなんだろう。多分、でも D だったから、D コッパじゃないんじゃないかな。D マンダラ知らんけど。あ、色が落ちてしまった。まあ、複数キャラ使ってる人は基本的にどっちが強いっていうのはまあ時と場合によるかな。だいたい横並び、片から見た時とかだったら俺より全然大体の方が強いんだけど。あ、AB でしたか。じゃあコマ投げかな。 D コマ投げ。でも D コマ投げって暗転ゼロじゃないんだよね。また緊張感のない BGM だ。つながんねー。うわ、やばい。あそこ間に合うんだ、 A 押したのに。うーわ、何ミス何ミス何ミスそれ。あー、ミスったー。解き放て、カエサル風だけ。あ、結構減るんですけど、この人ワンチャン覚醒したい。すいませんでした、お疲れ様でした。ドミさんがよく言われるバータイナー、この式に皆どんどん削る。いやー、まあ今のはもうほんとなんかワンチャンじゃんけんだった、完全に。うわ、減るよこの指導。4200も減らないか、3600か。クイックエスケープできないか今の。覚醒したいけど逆切れ2回で覚醒できない、これ。あ、すいません。甘えた。死んだな、これ。さすがに。サイクルアッパーされなかった。いやー、きつい。こうなってしまうときつい。まあ、ただ、サラダはそれに行くまでが、なんかもう本当にガードする苦行な時間なんだよね。必要なボディひどい。必要なボディ。そう来ないとな。カナダは早く P3 の頃の制服に戻して、ボディ、ボディ。トップ。ラウンド。ワン。事件のことは聞いている。なぜまた現れたのか。答えろ。
ミツルのナビゲートがすげえ出しゃばってんな。46番さん NG ですね。純平なきの話する。そんなに長いの。もうナビ解放してねえからな、全く。一番長いのはエリザベスもだいぶ長かったね。相手のフェスのカード隠してる姫です。マジやべえんだけど、それ迷惑にも程がある。キャラは弱く、接点取らないと番長の足元にも及ばず、ナビも選ばれない。おー、かっこいい。2C から 2D? あの魔風のやつからバータイでああいうのいけるんだな。もう順平の良さってコンボが楽しいぐらいなんか。ドヤ顔魔風コン順平の順平アワーの時間がやってまいりました。そんなこと言うんだ。長い。いや、むすぎさんはね、本当にとっさの状況判断が。あ、そうっすね。まあなんか話し口からしてこの人かなっていうのは思ってた。本当ね、むすぎさんのコンボ判断は、コンボ判断っていうか、バーストとコンボ判断の火力はみんな褒めてたからね、一番最初来た時に。なんか、ドミーさんにもこれやって、ドミーさんもこれやってくださいよって言って俺、思わずドミーさんに言っちゃったからな。無理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 、俺には無理って言ってて、いや、同じ真田でしょこれって、いや俺こんなことできないからって。面白かったあれ。やっぱ投げ抜け入れてるか。へえ、いろんなルートあんだ。てか今早出すの早かったな。うわー、やばい。確定しました。当たんのかよマジで。読んで立つの。この曲かっこいいよね。俺この曲好きなんだけど。P3 のボスか、ボス曲か。うわ、ジャンプ B のスピード出始めた。負けた。すいませんでした。死んだ。中ボス曲ですね。あ、ゴミ遅かったか。これ死ぬな、さすがに。端から逃げるのかな、まあ。負けたら死ぬ組み合わせ。バーサー来んだぞこれ。減る。マジか。やった、これ勝つんじゃね。あ、ミスった、すいませんでした。あー、ミスった。もうさっきのコンボが近くだったのに。
うわマジかー、逆入れこすってた。なんで変なミスしたんだあれ。そうだ、円月と月面どっちにしようか迷ってたら。